日本の音アビオット。どうも、オーサムシークラブポリンです。アタギです。モリシーです。楽しかったね。モリシーが今回は主人公だったのですごいかっこよかったですね。いや結構出てた ね大変だった。いやいやいや、すげえ楽しかっ た, かった、うん、モリシーの部屋の再現とかしてたもんね。そうなかなか普段はないあの演出だったんでとても新鮮でした、うん、はい、ちょっとあんな部屋に住みたいとすら思いました。でも実際に僕の部屋から機材を持ってきたりとかもしてるので、うん、リアルだね、うん、あの秘密基地感とかさ、ギュッとしてるものの中になんかこう音楽のこう道具がいっぱい揃ってるみたいなのはちょっと似てるよね。似てる、うん、やっぱ2人来てるから分かるのか。いやでもそうかも、秘密基地感っていう意味では似てるかもしれないです、うん、ぬいぐるみたちぬいぐるみたちがあるんですけど、これ作品中にも出てきますよね、うん、出てきます。モリシーの部屋にね。そう、モリシーの作業部屋にこのぬいぐるみたちがあのいるんですけど、うん、なんと MV の中ではこのその部屋の置物であったぬいぐるみたちがてんてんてんみたいなこともあったりするとかしないとか、はい、これでしなかったら最悪だけど最悪さね。なんかそういう交互期待という、交互期待、これ見てからのお楽しみでございます、はい、やっぱりその音楽の持ってるエネルギーみたいなものっていうのをが前面に出ている楽曲なので、まあ、この MV に乗せてこの魅力を皆さんに伝えたいなと思ったところがきっかけですね、うん。演奏シーンもすごいかっこいい曲なのでそれを見ていただきたかったっていうのもあります、うん、まあ、昔よりもねちょっと違うアプローチを取った、ね、曲なので、うん、新しい僕たちでもあるのかな、うん、はい、なんといってもワイヤレスイヤホンって便利だと思うんですよ。でいろんな商品が、まあ、たくさんある中でどれにしようって困っている方とか、まあそれぞれをね全て試せるわけじゃないんで、どうしようかなっていう基準に困っている人にすごくなんかこういい機能がついてるなと思ってて、まずはノイズキャンセリングですよね。それともう一つそれと同じかそれ以上にでかいなと思っているのがアンビエントマイクかなと思ってまして、アンビエントマイクがあることで音の密閉性みたいなものとそのいつもの通常の現実世界とこうつなぎ止めてくれる役割みたいな便利な機能が備わっているっていうのがとても良かったなと思います。すごい音の立体感がすごくて、で自分たちが一生懸命ミックスして録音した音がそのまますごい届いてる感じがしたので、ぜひこのイヤホンで私たちの楽曲を聴いていただきたいなと思いました。まあ、今ポリンも言ってたんですけど音の立体感っていうか解像度がめちゃめちゃ上がってたなって印象があって、解像度とあとその左右のステレオ感がちゃんと見えるというか、それがすごいあの高くてちょっとびっくりしまして、普通に仕事でも使えるなっていう印象がすごいありました。結構普通にね iPhone とかでいろんなサブスク聞いてても気づけなかった音があるんじゃないかなって思ってるので、普通に聞いてみたらなんかあっと発見があるんじゃないかなと、ぜひ試してほしいなと思っています。はい、日本語すげえ聞き取りやすかった気がします。あの、うん、AC よりも日本語の方がそのコツッとくるというか、ちゃんと言葉がふにゃふにゃっとなってないで聞こえてる感じはすごいありました。
だから日本語の曲をね一番気持ちよく聴けるイヤホンかもしれないですね、うん、結構可愛いかも ね、スタイリッシュでしたね、うん、すごい。基本的になんか丸みのあるデザインっていうのが特徴なのかなというか、うん、そういう印象があるなと、あとやっぱツヤ、ね、ツヤがあって、あとゴールドが入ってたりするの、うん、高級感があるなと、うんうん、僕ね、うん、全然関係ないですけど釣りとかをすると、うん、その道具の素材とか重さとか手触りとかでやっぱその所有欲が満たされるとかそういう感覚を感じ得ることがあって、まあ、その釣り道具っていうものがそれに近いものをなんか少し感じたというかちょっとね重厚感があって持った時になんか重すぎないんだけどしっかりとした重さがあってそこがなんかね持ってる自分のなんかこう気持ちをすごくこう満たしてくれるっていうしっかり感っていうのが良かったなと思います。わかるわこの MV ですねこう見方によっていろんな見方ができるしなんか不思議な面白さもある曲なんですけど意外とねこうミュージシャンが普段思い描いている世界をそのまま映像化したものにとも言えるんじゃないかなと思っていて、うん、で普段制作作る側要は裏方に回っている時から表舞台に上がる時なんかそこのクロスオーバーを音楽っていう乗り物を使って行き来しているみたいなそういうなんていうんですかねアグレッシブなその音楽の持っているエネルギーとか自分たちをどこまでも運んでくれそうなワクワク感とかそういったものが MV に詰まっていると思います。そういったものを感じてもらえたら嬉しいなと思っています。以上オーサムシティクラブでした。